ホルヘ・リベラは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。マサチューセッツ州、フレーミングハム出身。リベラアスレチックセンター所属。ブラジリアン柔術チャオビ。元フックンシュート世界ライトヘビー級王者。1991年まで、アメリカ陸軍に所属。1997年3月より、総合格闘技の練習を始め、2001年6月に、 ブランドン・リー・ヒンクル戦で、プロデビュー。TKO 負けに終わった。2002年5月18日、US m、MM、m ライトヘビー級王座決定戦で、場内と対戦し、パンチレインダで TKO 勝ちを収め王座獲得に、成功した。2002年9月21日、US m、MM、m で行われた、フックンシュート世界ライトヘビー級タイトルマッチで、王者トラビスルターと対戦し、 ファウンドで TKO 勝ちを収め大座獲得に成功した。2003年9月26日、UFC 初参戦となった UFC44 でデビッド・ロワゾーに判定勝ちを収めた。2004年1月31日、UFC46 でリー・マーレーに一本負けを喫した。10月22日の UFC50 では、 リッチ・フランクリンに一本負けし、UFC に連敗となった。2005年4月30日、前年からの刑事レイジでの連勝を経て、アンデウソン・シウバーの持つ世界ミドル級王座に挑戦するも、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2006年、ミドル級王座挑戦権をかけたリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン4に参加するも、初戦で、 パトリックコーテに敗れる。11月11日のフィナーレでは、エドウィン・リューイーズに TKO で勝利。2008年1月19日、1年ぶりに出場した UFC80 で、ケンドールグローブに勝利する。6月7日の UFC85 では、マルティン・カンプマンにギロチンチョークで一本負けとなった。2009年4月1日、UFC ファイトナイト。 コンディット VS キャンプマンで日戦をスターネックに判定勝ちを収めた。10月24日 UFC104 でロブ・キモンズに TKO 勝ちを収めた。2010年3月31日 UFC ファイトナイトフローリアン VS ゴミでは同じ TUF 出身のネーサイクオリーと対戦。1R から打撃で攻勢に出て 2R 開始直後には 左フックでダウンさせ、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2011年2月27日、UFC127 で、マイケル・ビスピンと対戦し、スタンドパンチレンダで TKO 負けを喫した。2012年1月20日、UFC オン FX1 で、エリック・シェーファーと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。試合後に引退を表明した。ありがとうございます。